ベニグのシメオンコファンコアキの3世は、フィリピンの政治家。第15代フィリピン共和国大統領。コラソンアキの元大統領と、ベニグのアキのジュニア元上院議員の唯一の息子である。テレビの司会者で女優のクリスアキのは妹。通称はノイノイ。母の大統領を在任中に発生し失敗したクーデターの際、反乱軍の兵士によって負傷させられた。 1998年の第11回議回選挙にてタルラック州第2地区より会議員に当選。2007年の第14回議回選挙で上院議員に当選した。1960年2月8日生まれ、タルラック州の副知事であったベニグノアキノジュニアとコラソンアキノの3番目の子であるマリア・エリーナ、オーローラ・コラゾン、ビクトリア・イライザ、 そしてクリスティーナ・ナベルナデットの4人の姉妹がいる。アテネオでマニラ大学で初等教育から高校、大学まで学び、1981年に経済学の学士を取得し卒業。その後、アメリカ合衆国に追放されていた家族とボストンで合流した。1983年、父がマニラ国際空港で暗殺された後、短い間フィリピンの企業。 フィリピンビジネスフォーソーシャルプログレスの社員だった。1985年から1986年にかけて小売販売の監督、フィリピンにおけるナイキの若者向け販売促進のアシスタント、そして後にフィリピンのモンドラゴンの広告、販売促進のアシスタントを務めた。1986年に同族会社であるイントラストラータ保証会社の副社長となった。 1986年11月、母の秋の大統領の国賓法日に同行。1987年8月28日に、グレゴリオ・ホナさんによって起こされたクーデター未遂事件では、秋野は襲撃された大統領府マラカニアン宮殿から道2本離れたところにいた。彼の4人の警護官のうち3人が犠牲となり、最後の1人は彼を守りながら負傷した。 秋野自身も5発被弾し、そのうち一発は今なお彼の首に止まったままである。1993年には、コファイコ一族が所有していた政党プラントのセントラル、アズカレラでターラックに勤務した。1998年の選挙で、タルラック州第2選挙区より会議員に当選。以来、多くの委員会の委員を務めた。フィリピン共和国憲法により、タルラック州、 第2選挙区からの下院議員の4選は禁じられているため2007年3月15日の総選挙で真の野党より上院議員に当選した。真の野党は彼の自由党を含むいくつかの政党の連合体であり、グロリア・アロヨ大統領による憲法改正の阻止を目的としている。選挙運動では妹でテレビ司会者のクリス、それに 母親の秋の元大統領の支援を受けた。彼自身はカトリック教徒であるがフィリピンで最大のプロテスタント教会の一つであるイエスは主であるより支援を受け1430万票を獲得した。回線数12人のところに立候補した37人の中で6番目の多さであった。2007年6月30日に新しいオフィスを構える。 選挙の最中以前の敵であるグレゴリオ・ホナさん上院議員と連絡を取ろうと試み、彼の保釈をサポートした。彼は2007年3月5日に、私はホナさんの保釈を要請する。私は彼らによって首と尻を撃たれたが、それはもはや過去のことである。私の父の原則は、敵の権利も尊重せよであった。真の和解は、 民主主義の中で進むと、セブ日報に対して語っている。彼は1987年と1989年の母親に対するクーデター計画について言及してきており、戦術の通り最初のクーデターでは重傷を負っていた。自由党では、事務総長やルソンの副党首など、様々なポストを経験しており、2006年3月17日より、同党の副議長を務めた。 2009年に母で元大統領であるコラソン・アキノが死去したのを契機に母の後を追って大統領職へ挑戦するよう周辺の期待が高まる。そして2010年フィリピン大統領選挙への出馬の意思を固める。大波のような彼に対する支持はノイノイ現象と呼ばれるようになった。まず弁護士と活動家のグループが NAPM を結成した。 そして有力ななきビジネスマンの息子である、知のロセスによって、大統領選に立候補するよう秋野を促すための、100万名もの、署名を集めるキャンペーンが実施され、黄色のリストバンドが作成された。8月の最後の週末に、秋野は、彼の自由党の仲間であるマルロハス上院議員と、大統領選のために、何をすべきか決めるために数日かけて話し合った。2009年9月1日、 サンファン氏、グリーンヒルズのクラブフィリピーノにおいて、自由党の有力な大統領候補であった、ロハス上院議員が、出馬自体を表明し、秋ノリ候補を支援すると発表した。母親が死去して40日後の2009年9月9日、サンファン氏、グリーンヒルズのクラブフィリピーノにおいて、記者会見し、大統領選挙への正式出馬を表明した。 それは1986年2月に母が大統領就任式を行った場所でもあった。秋野はフィリピン国民の健康と教育に対する投資、また不正や汚職や賄賂や貧困と戦うことを選挙公約として選挙戦を戦い、2010年5月の投開票の結果に以下を大幅に引き離して当選を確実とした後、2010年6月8日に、 行われたフィリピン議会上下両院合同委員会の公式集計で最終的に一五百二十万八六百七十八票を獲得したことにより、正式に大統領選挙の当選が確定した。二千十一年九月二十八日、皇居にて、秋人天皇とベ紅ぐの秋の賛成の第十五代フィリピン共和国大統領就任式は二千十年六月三十日に、 首都マニラのリサール公園内で取り行われた。彼は就任演説で国民を貧困から脱却させること、教育施設やインフラの整備、医療サービスなどを最優先に取り組むと述べるとともに民主主義のために命を捧げた両親の遺産を引き継ぐことを強調した。大統領の任期は6年。カトリック教徒であるが、その教えに反する否認について肯定的な見方をとっている。 2010年9月30日、フィリピン司教協議会,会会長は、彼のフィリピン人夫婦に、人工的な産児制限のためのコンドームや避妊薬を、支給するという、リプロダクティブヘルス法案に対する指示により、カトリック教会からの波紋に直面するだろうと、発言した。しかし、波紋の可能性にもかかわらず、秋野は多産を制限し、避妊薬や避妊具の使用についての立場を変えず、 法案は議会で成立した。フィリピンの地方部における貧困解消は森林破壊型の開発とトレード状態になっており、21世紀に入っても森林面積の減少が続いている。大統領に就任後、2016年6月30日までの任期中に150万ヘクタールの面積に15億本の苗木を植えるとする。 森林回復に向けた植林プログラムを実施していた。2015年6月2日から6月5日、国賓として訪日。南シナ海で領有権問題を抱える中華、人民共和国に対しては、常設仲裁裁判所に仲裁手続きを取るなど強硬な姿勢をとっており、中国とは事実上の没交渉状態にある。秋野は過人の地が流れているとされるが、 この中国との対決姿勢や過去に佳境たちが脱税や逃げ税に熱心であり、きちんと租税を収めるべきと批判したことなどから、フィリピンの佳境社会は秋の絵の不信があるとされる。射撃とビリヤードの熱狂的なファン。またオーディオマニアでもあり、メロウな音楽、ボサノバ、オリジナルフィリピンミュージックを好む。また、フランシスコ・タタド前上院議員の命で、 バレンズエラ市議員のシャラーニ・ソレダードは恋人であったが、現在では、破局している。独身であり、フィリピンの大統領経験者で、唯一の未婚である。紙巻きタバコを1日2箱を喫煙する、愛煙家で、大統領選の期間中、当選したら、タバコをやめると宣言していたが、重圧が増えるとして、就任前に禁煙を断念した。ありがとうございます。